オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセ提供フランス365最新ニュースへようこそ。こんにちは、アンサンブルスタッフよしこです。本日もフランス365フランス最新ニュースの時間が参りました。どうぞ最後までお聞きください。番組は2部構成でお届けします。第1部は10月第1週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。第2部は第1部で取り上げたニュースの中からアンサンブルスタッフが選ぶ最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。フランス365フランス最新ニュースは、日本最大手のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。それでは10月第1週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。シラク元大統領を偲び国葬、フランス全土で1分間の黙祷。9月30日月曜日、先週の木曜日に86歳で亡くなったジャック・シラク元フランス大統領の国葬が行われました。15時ちょうどにフランス全土で1分間の黙祷を行い、故シラク元大統領を偲びました。危険性が指摘されていたフランス最古の原子力発電所廃炉へ、9月30日月曜日、フランス電力会社は現在フランス国内で稼働している中で最も古い原子力発電所であるフェッセンアイム原子力発電所の運転を来年の6月をもって終了し、廃炉にする申請案を政府に提出しました。エールフランスが国内線の CO2 排出量をゼロへ、持続可能な航空業界へ向けて取り組み、9月30日月曜日、エールフランス航空のアンヌ・リゲル代表取締役社長が現地紙のインタビューに対し、2020年1月1日以降、エールフランス航空の国内線の二酸化炭素排出量を実質ゼロにする計画を発表しました。パリのシテ島の警察本部でナイフによる殺傷事件、4人死亡。9月3日木曜日、正午ごろ、パリの中心部にあるシテ島の警察本部内の中庭で、男がナイフで警察官数名に襲いかかり、4人が死亡する事件が起こりました。報道によると、犯人は警察内部の行政官として働く人物で、別の警察によって射殺されたということです。海外での代理母出産における親子関係を認める採決に政府が待った。9月3日木曜日、国民議会は、代理出産が許可されている外国で生まれた子供との親子関係を認める修正案の採決を取り、賛成多数で可決されましたが、政府は採決そのものが不意に行われたものであるとして決議を取り消し、再度審議されることとなりました。続きまして、アンサンブルスタッフがこの中から最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。今回は、シラク元大統領を偲び国葬、フランス全土で1分間の黙祷です。9月30日月曜日、先週の木曜日に86歳で亡くなったジャック・シラク元フランス大統領の国葬が行われました。15時ちょうどに、フランス全土で1分間の黙祷を行い、故シラク元大統領を偲びました。ナポレオンが埋葬されている廃兵院アンバリット内の
三塁でザンバリット大聖堂で近親者による葬儀を終えた後、棺は中庭に運ばれ、エマニュエル・マクロン大統領による追悼式典が行われました。その後、パリ6区にあるノートルダム大聖堂に次いでパリで2番目の大きさを誇るサン・シュルピス教会に場所を移して行われた葬儀には、ロシアのプーチン大統領をはじめ世界およそ30カ国の首脳らが参列しました。シラク元大統領が安置されていたアンバリットには29日の日曜日からおよそ7000人が訪れ、シラク元大統領を偲びました。包括的核実験禁止条約直前に南太平洋のムルロア環礁で数回にわたって強行した核実験で世界中から非難を浴びたシラク元大統領ですが、2003年にアメリカが主導し、イギリスやオーストリア、ポーランドなどが有志連合として加わったイラク戦争にはプーチン大統領と共に反対するなど、シラク元大統領はプーチン大統領と親交が深かったことが知られています。プーチン大統領はフランス国民から尊敬され、将来を見据え自国の利益を庇護する首脳として国際的な権威を持っていたとシラク元大統領について語りました。フランス政府は9月30日を国民が喪に服す国葬の日と定め、小・中・高校などを含む国内すべての公共施設でフランス国旗の半旗が掲げられ、15時には一斉に1分間の黙祷が行われました。シラク元大統領の死去による国葬の日は第5共和制が始まって以来8度目の国葬の日となります。一方で10代の若者にとってシラク元大統領は遠い存在であることから、国葬の日にすることへの疑問の声なども聞かれました。今回はアンサンブル講師の大輔先生にご執筆いただきました。大輔先生、ありがとうございました。ただいまご紹介した内容をアンサンブル講師セバスチャン先生にフランス語でまとめていただきました。なお、セバスチャン先生がご紹介するフランス語原文は、フランス365ホームページでもご紹介していますので、原文を確認したい方はホームページをご覧ください。では早速お聞きください。Obsèques de Jacques Chirac, une minute de silence observée dans toute la France. Lundi 30 septembre, les funérailles nationales de l'ancien président Jacques Chirac, décédé jeudi dernier à l'âge de 86 ans, ont eu lieu à 15h et une minute de silence a été observée dans toute la France en mémoire du défunt ancien président Chirac. Après avoir terminé les funérailles avec des proches à la cathédrale Saint-Louis des Invalides, dans l'hôtel des Invalides, où est enterré Napoléon, le cercueil a été emmené dans la cour où une cérémonie commémorative a été organisée par le président Emmanuel Macron. Plus tard, dans le 6e arrondissement, les funérailles ont également eu lieu à l'église Saint-Sulpice, la deuxième plus grande de Paris, après la cathédrale Notre-Dame. Les dirigeants d'environ 30 pays du monde entier étaient présents, dont Vladimir Poutine. Dans la cour de l'hôtel des Invalides, où repose l'ancien président Chirac, quelques 7000 personnes sont venues se recueillir dimanche 29. Il a été critiqué pour avoir effectué des essais nucléaires
à Moruroa, dans le Pacifique Sud, juste avant de conclure un traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Mais il est également connu pour avoir eu de bonnes relations amicales avec le président Vladimir Poutine. Ils se sont ensemble opposés à la guerre en Irak menée par les États-Unis en 2003, guerre à laquelle s'est invitée une coalition comprenant notamment le Royaume-Uni, l'Autriche et la Pologne. Le président Poutine a déclaré à propos du président Chirac: Jacques Chirac a acquis le respect mérité de ses compatriotes. Une haute autorité internationale, en tant que dirigeant sage et visionnaire, ayant toujours défendu les intérêts de son pays. Le lundi 30 septembre 2019 est déclaré jour de deuil national. Le demi-drapeau français est levé dans tous les établissements publics en France, y compris les écoles élémentaires, les collèges et les lycées. Ils ont tous observé une minute de silence simultanément, le jour de deuil national à la suite du décès de l'ancien président Chirac et le 8e jour de deuil national depuis le début de la 5e République. Par ailleurs, les adolescents n'étant pas vraiment familiarisés avec l'existence même de l'ancien président Chirac, des doutes ont été émis quant à la nécessité de la création de ce jour de deuil national. セバスチャン先生、ありがとうございました。その親しみやすい人柄からフランス国民から慕われていたシラク元大統領。国葬の日には多くの人々がシラク大統領の死を悼んでいました。改めて心よりご冥福をお祈りいたします。さて、本日の配信はいかがでしたでしょうか。番組を聞いてもっとフランスに興味を持った、フランス語を勉強したい、そう思われた方はオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセをご検討ください。アンサンブルでは経験豊富な講師が常に45名以上在籍しています。マンツーマンのフランス語レッスンが1回1500円から、パソコンとインターネットがあれば365日、世界中どこでも受講できます。アンサンブルが独自に行った調査では、96% の生徒様がフランス語のレベルが上がったとお答えいただいております。アンサンブルの講師は日本語、英語が堪能な講師も多数在籍しているので入門者でも安心です。試験対策、留学準備などもサポートしていますので全レベルの生徒様に幅広く対応しています。さらに会員の方にはマンツーマンレッスンだけでなく、無料のグループレッスンにご参加いただけます。レッスン内容は、ディクテ強化、発音強化、翻訳強化、そして会話強化という4種類のグループレッスンをご用意しており、いずれも無料で受講できます。ネイティブスピーカーに通じる本物の生きたフランス語を短期間で身につけたい方は、ぜひアンサンブルアンフランセの無料体験レッスンをご受講ください。あなたのご受講を講師、スタッフ一同心よりお待ちしております。この番組を確実にお届けするための方法として、iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また、オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセは毎週金曜日をめどに
フランス語学習をメインテーマにしている番組アラカフェットも配信していますので、ぜひ合わせてご視聴くださいね。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛に、お名前フランス365を聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座約1万円相当をプレゼントします。たくさんのご応募お待ちしております。それではまた次回の配信でお会いしましょう。